にちは。ハローレストラン。今回はサウサリートにあります寿司ランに来ております。こちらはメインのサンフランシスコベイからわずか2ブロック離れたところにありますが、想像したからは一転しまして大変静か、そしておしゃれな環境の中にあります。まずこちらにあります建物がメインになりますレストランです。寿司バーが中心となります。そして逆側にもう一つ建物があります。こちらはお酒とワインバーとなっております。それではまずはレストランの方から中の方に入ってみましょう。連日サンフランシスコ、そして地元マリンカウンティからの来客でにぎわいが絶えない寿司ラン。店内はシンプルでナチュラルな色合いが施され、また壁にかけられた地元アーティストによる絵画などのアートワークがサウサリートならではのしっとりとした雰囲気を醸し出しています。生まれ育った沖縄と同じような海のそばの気が休まる場所に店を持ちたかったと語る寿司ランオーナー遠目義盛さん。開店当初から変わっていない遠目さんの料理のこだわりとは？やっぱり料理のこだわりっていうのは、そのアメリカ人にはそのこの日本人の味は分からないだろうというシェフもいますけれども、そうじゃないです。本当に食べ物好きな人はしっかり生魚の美味しさ、日本食の美味しさを分かってますから、やっぱり純日本料理、純日本料理として伝統的なものを伝統的なものと出してて、だからあんまりごまかしのない料理を出したいんです。本物の日本の素材の味を生かす料理に欠かせない新鮮な魚、もちろん多数日本から仕入れています。この寿司ランが今回紹介する料理、まず一品目は小松春夫チーフ寿司シェフによる巻き寿司を盛り合わせたクリエイティブロールズ。手前からレインボーロール、フォーティーナイナーロール、ドラゴンロールと、どれも色鮮やかで食欲をそそられるものばかり。すべて寿司ランで一番人気のあるロール、魚の新鮮さが一目でわかる一品です。続いては寿司ランエグゼクティブシェフスコット・ウィットマンさんによるハマチカルパッチョとアヒタルタル。レモンジュース、オリーブオイルなどで軽く和えたアヒとハマチのスライスをキュウリと柚子のドレッシングで食べる一品。マヨネーズベースの口当たりの良いドレッシングとアヒ、ハマチのコンビネーションは寿司ランオリジナルの味です。そして最後の一品は盛り付けも芸術的なハワイアンアヒポキ。生姜、海苔、ごま油、醤油などで味付けしたアヒとアボカド、そしてカリッと揚げたワンタンの皮を組み合わせた食感も楽しい一品。隠し味としてアヒに入れられたブラウンシュガーが味に深みを出し、サイドに添えられたアボカドと海藻のドレッシングとの味の調和は絶妙です。人気を呼ぶ数々の料理のほかに、酒、ワインなどの種類も豊富な寿司ラン。200種類以上ものワインに加え、常に30種類以上はある地酒、また日本酒ベースのカクテルなどをお好みの寿司、アペタイザーと一緒に楽しむことができるワイン酒バーも寿司ランの自慢です。寿司ランは毎日夜11時まで営業。サンフランシスコベイから2ブロック、107カレドニアストリートサウサリート。詳しくは東京テレビのホームページをご覧ください。 TTV ハローレストラン、今回は寿司ランをご紹介しました。